じゃあ、海外の売れ行き完売タイムなどをチェックしていきたいと思います。今週はシプリム23年 FW シーズンのウィーク1 0ですね。ストーンアイランドとのコラボ、それからレギュラーアイテム、全部で25アイテムが発売予定となっております。海外ではもう発売となりましたので、海外で人気だったアイテム、それから完売タイムが早かったアイテムなどをチェックしていきたいと思います。また、後半では着画もこの動画の中で一緒に見ていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。 はい、こちらはシプリムプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。えー、ということで、早速海外の売れ行きチェックしていきたいと思います。まずはシプリームのヨーロッパの方から EU ですね。完売タイム、えー。ストーンアイランドとのコラボですけれど、デニムトラッカージ,ャジャケットのリフレクターが一番早いですね。18秒とか20秒とか。 これが一番人気に EU ではなっていると。それから NYC クルネックのライトパイン。これも人気になりましたね。22秒。20秒台っていうのはかなり早いですね。それからストーンアイランドとのダウンパワージャケット。これ画像ないんでちょっと見にくいですけれども、リバーシブルダウンはブラックが人気で27秒。それからストーンアイランドのフーディも人気になってますね。30秒ぐらいでブラック売り切れになっていると。そっか、これも完売になってるんですね。 えー、レザーボンバイジャケット、ブラウン、かなり高額商品ですけれども、えー、それから NY シクルネックはさっきグリーンから出ましたけど、あとネイビーもこタイム入ってますね、46秒とかっていう風になっていると、えー、全体的にストアアイランドのアイテム、EU では結構動きが良さそうですね、えー、それからフーディーのグリーン、えー、1分69秒、70秒でスウェットパンツとかっていう感じになっていると。 えー、カーディガンはさっきオリーブーありましたけれども、ブラックも1分半とかで売り切れになってきているというような感じ。ストーンアイランドが結構入ってますね。それから NYC クルーネック。バック類はちょっと見当たらないかなという感じがしますけど。えー、まあ、ちょっと画像がないのも一番あるので、えー、ちょっとわかりにくい部分ありますけれども。 エストーンアイランドが結構動きが良さそうだ EU です。え売、ー、状況を見ていきたいと思います。まずはレザージャケット、ブラウンが売り切れ、高額商品ですけれども、それからリバーシブルダウンジャケット、全からソールドアウト。それからトラッカージャケット、これはリフレクターのシルバーが売り切れ、そして、 えー、は、動き時のシャツ残ってる、ストーンアイランドのウェブフーディー。これは両カラーとも売り切れですね。NY シークルネックは、あ、これも前から売り切れになってますね。NY シークルネック。特にこのグリーンとネビーが動きが良さそうでした。えー、それから、えー、ストーンアイランドのカーディガン、これも前からソールダウト。え、ストーンアイランドのロンティー、T シャツ。これは残っております。 えー、そしてポケティ発売になりますけれども、ポケティはグリーンと、えー、この、えー、ラベンダーカラー,、えー、パープルですね。これが売り切れになっていると、えー。ストーンアイランドのスウェットパンツ、これも売り切れ。それからジーンズ。ジーンズはネイビー以外のシルバーとブラックが売り切れになっていると。シンチパンツ残っている。ストーンアイランドのキャップ類も全部売り切れですね。えー、キャップ、キャンプキャップ、シックスパネル、それからビーニーも売り切れ。 バラクラバーというのが今週スポットで発売になりますけれども、ブラックとレッドが売り切れになっていると。スラント B に残っている、ストライプ B に残っていると。えー、最後、バック類は、えー、ショルダーバックのブラック、それから、えー、ラージトートのレッド、この2型が売り切れ、ピルケースがソールドアウトになっているという EU でした。 えー、も、ま、う、あ、ストーンアイランドのアイテム結構動きが良さそうですね。あの、全体的に売り切れになっているアイテムが多いと。EU、EU、e、でした。それから US、US の方も見ていきたいと思います。完売タイムから。あ、やっぱりこれあれですね。えー、デニムトラカージャケットのリフレクター、これが早いですね。18秒、20秒。このぐらいで売り切れになってきているとかなり早いですね、これ。 えそれからリバーシブルダウンジャケットのブラック、これも EU でも人気でしたが27秒。それからスマイ i s l のウェブフーディこれも人気でしたね、30秒。それから高額商品のレザーボンバージャケット、これ43秒とかってなっております。そしてレギュラーアイテム人気の NYC クルネコは48秒えとかっていうタイムでネイビーが一番早く売り切れになってきていると。 それで、ストーンアイランドのカーディガン、これも注目ですけど、ホワイト、オリーブ、ブラックなどが60秒70秒ぐらいで売り切れになってきているということで、順当に EU も US も結構売り切れアイテム続出って感じなんでしょうかね。こんなにアイテムがタイムに乗っかってるっていうのは結構珍しいパターンですね。えー、ということで、完板状況をチェックしていきたいと思います。 ええと、まずはストーンアイランドのレザージャケット、これ残ってますね。両カラーとも。それからリバーシブルジャケット、あ、これはブラックのみ売り切れ。それ以外のカラー残ってると。デニムトラッカージャケットはブラックとリフレクターが売り切れ。大きい陶器のシャツ残ってる。ストーンアイランドのフーディ、これ残ってますね、e。EU ではソルダートになっておりましたけど、これ残ってると。NYC クルネック、これはオレンジがソルダート。後のカラー残ってそうですね。 EU では前からソールドアウトでしたけども、それからストーンアイランドのカーディガン、これは前からソールドアウト、ロン T とウェブ T シャツ、これは残ってると、ポケットティーも全部残ってそう、それからストーンアイランドのウェブスウェットパンツ、これもは残ってると、デニム、ハイポケットジーンズ、これはリフレクターが売り切れ、シンチパンツ残ってる、ストーンアイランドのキャップは キャンプキャップのブラック、それからシックスパネルキャップは全から、そしてビーニーは全部残ってると。バラクラバ、バラクラバが全から売り切れですね。US では。スラントビーニー、ストライプビーニー、この辺は残ってると。最後バック類。ウエストバックが両から売り切れ、ショルダーも売り切れ、バックパック残ってる、ダッフルは、ダッフルレッドとラージダッフルはレッド、ブラックともに売り切れ、それからこの ボールですね。ボールも売り切れ。EU ボールリリースがなかったですね。日本もボールは発売予定なしということでした。それから、ビールケースも売り切れになっていると。EU、US ともに売り切れになっているのは、このショルダーのブラックと、ラージトートのレッド。それから、このキャップ類ですね。ストーンアイランドのキャップ類は結構人気になってますね。そして、デニム。 のトラッカージャケットとデニムパンツ、それからカーディガンなどが人気になっていると。あとはあれですね、このダウンジャケットのブラック、これも人気になっております。えー、ということで、海外の販売タイム、販、えー、売状況をチェックしてまいりました。後半は着画、見ていきたいと思います。えっ、ー、と、いうことで、まあ今週はストーンアイランドとのコラボなんですけれども、まず、 えー、ダウンジャケットからチェックしていきたいと思いますけれども、これ海外で、えっ、ー、と、EU では前からソールドアウトでしたけれども、まあこのカラー、オリーブカラーが多分一番注目のカラーになってくると思うんですけれども、リバーサイドは結構シンプルなんですよね。であと、他のカラーはホワイト。ホワイトとネイビーのこれツートンカラーなのかなブラックかなえー、そのようなカラー。ネイビー系か。 えー、ブルー系のカラーとのツートンカラーのダウンジャケット。あとブラック。ブラックが非常に人気でしたね。で、これはアイテム画像を見ると結構かっこいいですね。ブラックね。なのでブラック、日本でもブラックが動きが良くなってくる可能性高いですね。ブラックとオリーブが注目カラーになってるんじゃないかなと。ちょっとオリーブの方が若干主張が強めですね。ブラックの方が、えー、まあ、 えー、着こなし、コーディネートなどはしやすそうな印象ですね。ブラックとホワイトのみで構成されているので。えー、レッドとか入ってるので、まあ、なかなか、えー、アイテムとしては、えー、若干、こう、主張が強いアイテムになっていると。えー、ということで、これはリバースサイド。逆側は結構シンプルなんですよね。えー、それから、ジャケット、ボンバージャケット発売予定となっていると。これはまあ、高額商品で、国内は46万9700円だったかな。 えーとかっていう値段になってるので、まあかなり極小でしょうね。まあ買う人もかなり限られてくるんじゃないかなと。誰でもこう手、気軽に手出せるような価格設定ではありませんので、なかなかこう、えー、買う人も限られてくるのかなという感じですけれども。ブラックと、かっこいいですけどね。ブラック。ブラックかっこいいですね。尺が。ブラックと、えー、あとブラウン。ブラウンの方が少し、えー、完売が早かったような理、e、由は それから、これが海外で一番人気でした。デニムトラッカージャケットのリフレクター。このように反射して光るんですね。これフラッシュ焚いて撮ってんのかな多分、そういうような感じだと思いますけど。あ、そうですね。光を当てると、このようにピカーンと。非常にかっこいいですね、これね。光るという。海外では、これが一番早く売り切れになっていたというアイテムですけれども。 それから、パンツも、デニムパンツも出ますね。まあ、光が当たってない状態では、かなりシンプルなパンツですけれども、このように発光すると光に当たって、いうのが特徴ですね。パンツも結構人気になっていると。EU、US ともに完売になっていると。それから、デニムトラッカージャケットとパンツはシンプルなブラックとかネイビーとかっていうカラーも発売予定になっている。まあ、この辺のカラーは、まあ、非常に、あの、 上品な着こなしができそうなアイテムですけれども、品のあるアイテム。えそれからカーディガン。えーカーディガンも海外では人気でしたね。国内でもかなり上位に来ていると。今回のストーンアイランドとのコラボのアイテムの中では一番の人気アイテムになってきているというのがこのカーディガンですけど。え特にカラーはこのオリーブカラーが人気になっていると。えバックにシュプームと、えこのストーンアイランドのこの歯車。 歯車、えー、風車か、えー、の、えー、ロゴクがしっかり入ってるっていうのもまたポイント高いですよね。えー、というオリーブカラーと、えー、ブラックも結構注目なんじゃないかなって感じしますけど、ホワイトも着用見たらかわいいですね、えー。結構かなり爽やかな印象ですけども、かわいい。 カラーですね、えー、それから、フーディング海外ではかなり人気でした。フーディングセットアップこれ着用してますけど、セットアップで着てもかっこいいですね、これね。ウェブ、えー、フーデッドスウェットシャツっていうクモの巣柄のスウェットですけれども。えー、グリーンとブラック。少し、えー、ブラックの方が人気が高いのかなグリーンか。タイムはそんなに変わんなかったかなどんなんだって。 と今パッと出てこないかな。えー、っと、若干ブラックの方がカラーによって、まあ、ほぼほぼ変わんないですけどね。まあ、両カラーとも結構人気になってると。まあ、グリーンの方が数少ない可能性が高いんじゃないかなと思いますけれども、グリーンカラーの方が。ブラックの方が在庫数多めなことが多いですね、他のアイテムでも。なので、まあ、 今回もそんなような感じになってくるかなと思いますけれども、こんな T シャツなんかも発売予定になっていると。それからツートンスト、え、ツートンのローンティーも発売予定となっていると。これも可愛いアイテムですね。この辺は、えー、と T シャツにしてはかなり高めの3万円超えぐらいになっているので、まあなかなか、まあそんなに速感っていう感じにはなってこないとは思いますけれども。それからキャップ類も海外で人気でした。これもリフレクターになっているというアイテム。 ニット帽なんかも発売予定になっていると。ニット帽かなり高額ですけどね。29,700円という。えー、なので、キャップの方が動きが良くなってくるのかなって感じがします。そんなに、キャップは12,000円ぐらいなので、そんなにレギュラーアイテムと変わらないっていうのが、えー、特徴ですね、えー。ということで、えー、ストーアイランドとのコラボアイテム、着が見てまいりました。それから、レギュラーアイテムは、えー、まあ、この大きい時のシャツ。これはまあ、 そこまで海外で動き良くなかったですし、日本でもそこまで注目のアイテムにはなってきていないんですけれども、これが注目アイテムですね。EU では前回はソールトアウトになっていたと。着画の方はあんまり出てなかったんですけれども、アイテム自体は、このアイテム。カラーは、このダークオレンジってカラー。これも注目カラーですけれども、ダークオレンジカラー。それからネイビーと、やっぱりこのライトパインってグリーンが早かったですね。 それから、ネイビーも黄色のロゴが入ってるのが特徴。それからブラックとア,アッシュグレーで発売予定なんですけど、ブラックも結構日本では動きが良さそうですけど、数が少なそうなのはこのダークオレンジ、それからネイビーとかライトパイン、この辺ですかね。まあ、カラー的に多分、あの、国内はソー,ドアトソールドアウトになってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、この辺はちょっと激戦アイテムの一つになってくるかなという感じで。 最後、バック類。今週一番の注目アイテムが、まあ、あの、ストアイランドとのコラボはもちろんなんですけれども、レザーのバック類が発売になるよということで、このように着画が出ております。一番人気のショルダーバック、それからウエストバック、この画像を見ると結構張りがあって、しっかりこう、なんか形が、 保たれてるとかペチャンコにペターンってならないようなあの張りのあるレザーっぽいですねその辺もまたかっこいいですよねなのでこのウエストバッグ結構いいなという感じに思いましたね立体的なあのフォルムになってるとあのものによってはこうあの潰れちゃってこの街の部分潰れちゃってペッターンってなっちゃうやつも結構あるんですけどなんかこう張りがある感じで、えー、しっかりしてそうでかっこいいですね えー、なんで、まあ、ショルダーバッグが国内一番人気になってきておりますけども、ウエストもかなりこれいいんじゃないかなと、特にレッドもかっこいいですね、レッドね。まあ、一つ、あの、コーディネートのアクセントに、レッドカラーっていうのもいいですよね。こうやってブラックのコーディネートにレッドを持ってくるとかっていう、レッバッグをレッドにするとかっていうのは、一つ、えー、かなりおしゃれな。 感じじなななんじゃいいかかと思いましたけれれどもそれからダッフルとかダッフルとかはかなり高額商品になってくるんで、数も結構絞ってきてるっぽい可能性ありますね。海外でもダッフルが売り切れになっていたりするんですけど、価格はラージトートで8万とかしますんで、数結構少なそうですね。そんなにあのどんどん売れるような金価格帯じゃないので、た多分かなり数絞ってるのかなと。 ショルダーとかウエストとか、この辺は数それなりにあるんでしょうけど、バック,バックとかあるんでしょうけど、ダッフルは結構少なそうだなって感じがしますね。えー、このような感じで、えー、形がしっかりこう立体的な形になってるっていうのが、また今回のバックルはいい、えー、かなりいいポイントなんじゃないかなと思いました。 えということで、ウエスト、それからショールダー、この辺が注目の一番人気になってきていると。それからこれ、ボールっていうのが US で発売になりましたけど、これ国内発売予定なしだそう。なしということです。それから、これは、ピールケース。ピルケースも発売予定ということで、着が見てまいりました。個人的に一番気になったのはウエストバッグのレッド。良さそうですね。レッド。まあ、ショルダーのレッドもかっこいいですね。 レッドカラーのバッグいいなと。ブラックが多分人気になるんですけど、多分レッドの方が数少なくて早く完売になるとかってことはあるかもしれませんね。それからストアイランドとのコラボは、フーディのセットアップ。このウェブフーディのセットアップかっこいいですよね。上下セットアップできたら。えー、カーディガンが今週は一番注目のアイテムに国内はなっていると。あとリフレクターのデニ,デニムのジャケット。これが海外では かなり早く完売になったと。それからもう一つ、このダウンのリバーシブルのジャケットのブラック、これかっこいいですね。アイテムの画像を見ると、この実物の画像を見ると非常にブラックがかっこいいなと。微妙にこう、ツートンになってるんですね。ラグランのところが。えー、そういったところも含めていいんじゃないでしょうか。ということで、エーストーンアイランドとの コラボ、それからレギュラーアイテム、着用画像を見てまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。